先ほど先生言われた看護師を25年やってて全然違う業界にというお話ですが、本当にそれを考えて動いていたのかっていうと全然そんなことはなくてですね、そもそもがですね、ちょうど3年前の夏に先生の本にたまたま出会ったっていうところから始まっているんですけれども、コミュニケーションメイクっていうことについて書かれた本をたまたま本屋で手に取ったっていうところから、自分が看護師をしている、で、脳のことについてとメイクについての関連性が書いてあったので、へえ面白そうだなっていうところから始まったんですね、そもそもは。そして、メイクが上手になりたいなぐらいな軽い気持ちで講座を受け、そして、講座を受けるとですね、コミュニケーションメイクっていうのを学ぶことで、私自身が自分がどうしてこういうようなことを考えてたのかなとか、そういう考え方の癖だとか、メイクの自分の好き嫌いっていうのが実は、自分の脳の使い方とリンクしていたんだっていうことに気がつかされて、それでそんなことっていう本当にあるんだっていうことが、最初のびっくりだったんですね。でそこからメイクを見て相手のことがこう分かるっていうことが面白くてですね、じゃあ自分がそのメイクをいろいろできるようになるとどうなるんだろうっていうところから、メイクを練習して、で、3つのパターンのメイクが、できるようになった。そうするとですね、自分がどういうふうな風に見せたら人にどう見られるかっていうふうな面白さっていうのが分かってきたんですね。でそうしていくと、私自身が、自分がどういうことでコンプレックス持ってたのかっていうことに気がつかされてですね、実は私看護婦をしていたのに、こんなにたくさんの人と出会うのにコミュニケーションにコンプレックス持ってたんだってことに気がつかされて、で私自身のこう気持ちだとかそういうのをこう出さないでいた自分がいたんだ、だからこんなに苦しかったんだってことに気がついて、でメイクを通してもっと自分の中で自分を出せるようにしていこうっていうふうに思ったんですね。でそれがメイクをこうするメイクをこうどうすればメイクどんなメイクをすれば自分の気持ちを出せるか、このメイクをすればこんな自分になれるってことが分かって、気持ちがすごく解放されたんですね。でそうすると自分の思いっていうのを出せるようになってきたんですね。どんどん出しちゃいけないとか、こう弱音を吐いちゃいけないとか、もちろん人に助けを求めちゃいけない、看護師をしている時っていうのはもう本当にできないとか、やりませんとか、そういう言葉っていうのはもう辞書からなかったんですね。ですから常に弱い自分でいてはいけないとか、人に助けを求めちゃいけないっていうことが常にあったんですね。だからこそ自分の気持ちを抑えていたっていうことにさえも気がつかずに生活していた、いてたんですね。そういう自分がメイクを自分のメイクをそういう気持ちを出せるようなメイクにするっていうことで、自分を解放できるっていうことが分かってですね、でそれがこう自分の思いを伝えられるっていうことにつながって、だから助けてほしい時には助けてほしい、私はこんな今自分で辛いんですとか、困ってるんですとかいうことをこうメイクを習って、そのメイクで自分の気持ちを伝えられるっていうことに使えるようになったことで、そういうことができるようになったんですね。でそれによって私って本当はどうしたい人だったんだろうとか、私ってどう思っているんだろうかっていう自分の気持ちっていうのをこう大切にできるようになってきたんですね。でそれがこう
今の自分をどうしたいかっていうことにこうつなげられるようにだんだんなってきてたんです。で、それでもそれでも看護師をしている時っていうのはまだ自分をこう抑え込むっていう癖がですねずっと抜けなくてですね、自分がやりたいことがあってもまあいいやそのうちでとかそんな感じだったんです。ですが、まあちょうど、2年前に主人が、くも膜下出血という病気で、まあ、突然死をしたことでですね、ああもう時間っていうのは本当に限られてる、命の時間っていうのは明日はあるっていうことはないかもしれないっていうことに本当に気がつかされて、そこからですね、あもう自分がやりたいやらなくちゃって思っていることっていうのは始めなくちゃって思ったんですね。そこからです、これやってみようっていうふうに思ったのがこのコミュニケーションメイク、私がこのメイクで、自分の気持ちっていうのが解放された、自分の思いっていうのは伝えなきゃいけないんだ、自分をもっと大事にしなくちゃいけないっていうことをこう気がつかされた。それっていうのはもしかしたらもう自分の気持ちを抑えてるってことにさえ気がついてない人たくさんいるんじゃないかな。でもこのじゃあそうしようと思ってもできないんですね、なかなか。でもこのコミュニケーションメイクの力を借りれば、それが私はできるようになったので、きっとそんなこう自分の気持ちをこう抑えちゃっててどうにもならない人っていうのはこれで助かるんじゃないかなっていうふうに思いました。でそれでぜひこれをそういうことで、まあ、困ってる方、それからまあそれに気がついてなくても、まあ、とにかくメイクをやってみたいなって思う人の、まあ、お手伝いができればいいかなっていう気持ちで始めてみることにしたんですね。でそうすると、自分の思いっていうのをこう勇気を持って出していくことで、私はこういろんな方とつながれるようになりましたし、で自分の本当の思いっていうのも大事にできるようになると、やっぱり自分が自分の気持ちを大切にできるので、他の方がどう考えているのかとかっていうことにも看護師をしていた時以上に気がつけるようになったんですね。ですからやっぱり自分を大事にしていく、でそして、もうこの50代になった時にもっと自分を解放していいんじゃないかなって思うんですね。だからその、自分をこう、大事にした上で自分の、人生っていうのを切り開いていくっていうことをこうやり始めてほしいなっていうふうに、そういう気持ちで、まあ今やっているんですが、で、いろいろこう主人が亡くなった後、まあ、体調を崩したりだとか気持ちの整理がつかない、辛い悲しい現実を受け止められない、まあ、そんな時期がこう長くありまして、でその中でだけどこのコミュニケーションメイクっていうのに助けられながらメイクの力を借りて、まあ、勇気を振り絞る日もあり、気持ちが沈む時はなんとかその気持ちをこう盛り上げるためのメイクをしてみたりとかいうことをこう繰り返しながら、この6月30日にホームページっていうのをオープンできました。でそれまでにはたくさんの方の支えがあったりだとか、それから、こんなことをやってみたらどうだろう、あんなこともやってみたらどうだろう、こんな人に会ってみたらどうだろうっていうふうにいろいろとこう支えてくださった方々 の、 おかげで今日があるんですね。そういうことも、まあ、含めてこの50代っていうとこから人生っていうのは切り開いていけるんだよ、まあ、今まだその最中ですけれども私のような方がいらっしゃったら一緒に今度私私を支えてくださった方がいろいろしてくださったように、私もそういう方の支えをしていきたいなっていうふうに思っていますので、もしそういう方がいらっしゃったら私と一緒に頑張っていけたらなっていうふうに思っています。